はい、どうも、キトントンです。みかんの白いあれって、アルベドっていうらしい。まあ今回そんな関係ないねんけど、今回この問題について、スタートントン。キトントン。で、この問題なんやけど、アキトントン、基本的な授業動画で平方根とか、小学生にもわかる平方根とか、いろいろ教えてると思うねんけど、もうちょっと、先の話というか、ちゃんとした理解をしてもらうためにちょっと扱っていきたいねんけど、これね、トントンよく平方根は二乗したら外れるよっていう感じで教えてて、この二乗と平方根を消したやつが、答えですよ。平方根の中に二乗があるからこれ平方根消えますよっていうことで、これこうやって答える人めちゃくちゃ多いと思うねんな。でも、これ実はペケなんですよね。わかる？これはまあ僕の教え方が悪いっていうのもあるんですけど、そこはマジで申し訳ないから、この動画を改めて撮ってんねんけど、この問題自体はルートの中にルートがあるから中学生では出ないとは思うんやけど、ちょっと理解するにはめちゃくちゃいい問題やなって思ったので使っていきたいと思うんやけど、これなんで間違いなのかっていうのをもうちょっと具体的な問題、もうちょっと簡単な問題でやっていくと、アキトントン。例えば、ルートマイナス2の2乗って言われた時に、これルート外してって言われた時、これどうなんのって言ったら、あ、2乗やからルート外れるわって言ってマイナス2って答えたらダメなんですよね。わかる？これなんでかって言ったら、単純にこれ2乗したらどうなんのって言ったら、ルート4ってなるやん。 OK ってことは、ルート4っていうことは、これ2の2乗やんか、だから2ですよねっていうのが答えなんですよ。だからこのマイナス2の2乗のルートっていうのは答えは2なんですよね。OK？ そう考えると分かると思うんやけど、これどういうことなんかって言ったら、この2乗の時にルート外すっていうのは、この2乗の中がプラスやったらそのままルート外せんねん。もしマイナスやったらどういう風にルートを外さなあかんのかなって言ったら、マイナス括弧のその中身にしないとあかんねんな。いける。この中を使うとしたら、マイナスマイナスにしないとあかん。つまり2っていう感じで、ルートを外すっていうルールが実はあるんですよね。これ中学生の時の絶対値っていう知識なんやけど、高校生になったらルート外す時は絶対値やでって覚えさせられるねんな。絶対値ってどういうことなんっていうのは、2乗でルート外す時っていうのはマイナス2。この絶対値を見ます。つまり2やんな。マイナス2の絶対値っていうのは。覚えてる？原点からの距離が絶対値みたいな感じで、ここでも丁寧に教えてると思うんだけど、覚えてない人はぜひその基本的な授業動画見直してほしいんやけど、今のことをちょっとおさらいすると、どういうふうなことが言えるのかなっていうのをちょっとまとめるな。今言ってたことをちょっとまとめると、A っていうのがプラスの時と A っていうのがマイナスの時で実は分かれますよって言って、ルート A の2乗、この2乗された A っていうのが0より大きい、つまり正の時はそのまま外れてくれんねんな。これ今までアキトントンが教えてた平方根の話です。いける？で、実はマイナスの時っていうのはそのまま外したらダメですよっていうのが今言ってたことだよな。マイナス A になるよっていうのが今言ってたこと。つまりルートマイナス3の2乗とか来たら、マイナスマイナス3にしないとあかんよっていうのが実はルールでありますよっていうのをこの動画では押さえてほしい。つまり2乗を外すときにはその外すやつっていうのがプラスかマイナスかを見てほしいんですよね。まあ正直中学生の平方根の範囲ではほとんど全てプラスやから、2乗とルートそのまま外れるよって覚えてても問題はないんですけど、ちょっとずつね、ちゃんとした数学の知識身につけてほしいから、いきなりこれで教えるとね、結構こんがらがる人がおるから、基本的にはこっちだけでまずは教えます。で、数学得意になってほしいとか、数学面白いなと思ってほしいから、この知識も今は教えます。というか、これが正しいので。はい。ということで、今改めてここを見ますと、2乗あってルートを外すときっていうのは、その2乗の中身を確認しなあかん、さっき言って。で、この中身、プラスかマイナスかで場合分けされるの。プラスやったらそのまま、マイナスやったらマイナスかける。じゃあ見てみると、1引くルート2なんですよ。ルート2ってなんぼなんって言ったら、この具体的な数字も実は授業動画でも上げてんねんけど、覚えてない人はぜひ覚えてたら便利かなって思うのが、だいたい 1.4 ぐらいなんですよね。人よ人よに人見頃みたいな感じで。で、1引く 1.4 っていうことはマイナス 0.4 ぐらいになるやん。ってことで、これマイナスなんですよね。1引くルート2っていうのは。だから、これ、ルート外すときっていうのは、マイナスをかけて外さないとあかん。つまり、イコール、マイナスカッコ1引くルート2っていう風にしないとダメ。ってことで、マイナス1プラスルート2っていうのになりますよっていうのが答えと
OK? これめちゃくちゃ重要なんで、中学3年生で平方根もう習ってる人とか、まだこれから習う人とか、実はもう大人で習ってますよっていう人は改めてこれ知っといてください。二乗外すときっていうのは実はこういう風に倍分けされますよっていうのがありますよと。はい。意外と知らない人多いですね。じゃあ最後にこれを一つ知った上で、一問ちょっと見てほしいねんけど、アキトントン。はい。この問題です。ルート3引くパイ。の二乗っていうので、これは二乗外せっていう問題があったとすれば、これやったらもしかしたら中学生でも出てくるかもしれへんねんけど、数学好きな先生とかもしかしたら出してくる。なぜなら、ルートの中にルートじゃなくて普通にパイやったら習うと思うのね。じゃあちょっと考えてみると、二乗あるからルート外せるわっていうのは、簡単な覚え方なんやけど、実はその二乗外すときに中がプラスかマイナスかはちゃんと考えなあかんねんな。じゃあ考えた時にどう？パイっていうのはだいたい 3.14 ですよねみたいな感じで覚えてるやん。ってことは 3-3.14 したらマイナスやん。ってことでマイナス括弧 3-π っていう風にルートが外れる。っていうことで、3+π っていうのが答えってなると。OK。だからこれ意外と皆さん間違えると思うからいろんな人に出してみてください。で、出した後にこの動画で解説してるで。みたいな感じでぜひアキトントンを広めてください。で、アキトントン、この動画の他にも途中でいろいろ紹介したけど、いろんな基本的な授業動画とか、数学の知識とか、理科もめちゃくちゃ上げてるし、英語も上げてるので、ぜひチャンネル登録して、再生リストとか、アキトントンと自習室で検索して、授業動画見て、学力上げてってください。はい。ということで、今回のもう一回まとめノートっていうのを貼るので、ぜひいろんな人と、出し合ってみてください。いい問題じゃないかなと思います。はい、この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、アキトントン知らない友達めちゃくちゃいると思うし、チャンネル登録まだしてない人いっぱいいると思うので、ぜひチャンネル登録してください。質問とかはインスタの DM、 YouTube のコメント、 TikTok のコメント、Twitter の DM とかいろいろ受け付けてるのでぜひしてください。バイバイ。